どうも、アルサガです。どうも、アルサガです。おいでは、どうも、アルです。ノイリンです。第1回共通テスト受験生の皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にえ、みんなどうでしたこれ今視聴者に言ってました。答え全然書いてコールアンドレスポンスせえへんからカメラって。正直言って、もうセンターがもうこれから使えないってことが、もうほんまに俺らにとっては遺憾なわけ。だからやっぱ共通テスト、あれ固有性なんや、そのなんか、あの、まあ、個性なんや、まあそういう時代やということで、まあ、正直ね、私たちまだこのテストは認めてないんですよ。まあどんなもんなんじゃと、この共通テストは一体。そういうことですね。一体全体、この思考力を問うとか言うてますけども、はい、まあというわけで、まあ、今回は理系花伝 VS 文系ノエワカチームでバトルしていきたいと思います。よっ。で、5教科の仲間があって、あの文系は社会が2つ、理科が1つというか、なんか基礎2つ、はい、で、俺らが理科は物理科学と社会は1つで、時間なんですけど、これぶっ通しで、それがちょっとやばいんて、お前さぶっ通しで、ぶっ通し、体力ないって。だから、あの、2人で、確か持ち時間3時間20分かな。これ何、負けた方は何、これ、ちなみにこれ、お、まあまあ当然当然後輩が勝つと。しかもこの6年の差が出る。守りたい。いや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 、じゃあ負けるとは思って、負けるとは思ってないけど、先輩ずらしといてくれ。違う俺は勝つんやけど、勝つことをより凄さをアピールするために、俺じゃ6年もブランコかかれてる。罰ゲームは今年の共通テストを1人ずつ1科目解説と。はい、ということでやっていきましょう。はい、というわけでやっていきたいと思います。メガネバーデボーイズジャパニーズコモンズ。お前何とく？まあ、俺文系なんで。文系、まあ俺文系なんで。じゃあ数学は解くわ。え、じゃあ実際いや、まあでも待って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 、でもいい、ちょっと待って、兄弟模試の時同点やったからな。あ、確かに。なら1点負けたから僕信頼失ってると思うんだけど、数学でさせてもらってもいいね。信頼で、最後終わったら手伝うみたいなんでいいじゃん。はい、というわけでこちら我がのエチームなんですけども、でも逆に、うん、そのできる教科の高得点を狙って、確かに確かに確かに、で捨てるっていう。それでは試験開始。よし、頑張ろう。よしよしよし、まあ一旦国語かな。偏差値65いきます。だる。え、でもなんかさ、センターの時とノリ一緒なんやけど。いや、お前らガチで解いとんじゃないか。最初の10分ぐらい遊ぶんか思ったわ、もうちょっと。地学何も変わってない気がするんですよ。そういうコメント。ああ、けど、なんか図表とかを見るのが多くなったかなって感じです。はい、いいこと言いました。あのね、今年の国語は軟化してますね。加納さんが劣化してる。加納さんやっぱね、難しくなってますね、これは。今、配合変えた。うわ、どう響くか。怖い怖い。だいたいそれ最初に選んだやつ当たりがちやもんな。いやいやいや、休憩したいこれ。休憩しよう。じゃあ、まあプラス、プラス2、プラス30分で、あ、自由に休憩するっていうことでいこう。待って、選択肢全部バツついた。ウェイ。そう、あ、新手かもしれない。新手の手法かもしれない。回なしなんで。長いよ、問題。これに尽きる。しかも昔みたいな計算ゴリゴリ系じゃないじゃん。読んで理解する系やから、読んで問題文の状況を適切に、素早く把握する能力がめっちゃ問われてる。なるほど。簡単な問題ほど難しい。どうし。何なんそれ。もうこれほんま一緒かったわ、マジで。こんなのは物理ではありません。いや、まだ、まだわけのわからないことになってる。あの、できんからの時こういうの。
何見てんねん。人が真面目に撮りとるとこあんま映すもんちゃうで。YouTube やめろ。これも花尾が国語何点取ってるかでも多分結構世界変わる。どっち国語誰が解いた？私が解きました。英語も？はい。やば、脳みそずっと文章読んでるやん、あの子。あの子ずっと文章読んでる。気づいたい。今年の受験生はほんまな、よく頑張ったと思います。本当にでもこれはきついわ。でも使えるコメント急に出せる。やっぱね。急に。俺ら軽々しくそのみんな頑張ってね、いつも通りみたいな送り出したけど、全然いつも通りちゃうもんな、これ。言いたい。やっぱ受験生、お疲れ様っていうのがもうほんまにこの企画でそうより伝わったように、誰よ、どの YouTuber よりも誠意を込めて言います。まあでも俺ら休憩してんから。あ、そうね、確かに。俺らの方がきつい。荒れてますね。荒れてるってことは俺のチャンスだから。そういうことです。荒れてるってことは俺のチャンスだから。5 4 3 2 1。終了です。結果発表。でもこの企画で世の中では理系が必要とされてるのか文系が必要とされてるのかが全て決まる。全て決まる。超飛躍ロジックです。最初ちょっと理科社会からいこうかと思うんですけど、あ、被ってないやつから。3対3のカード出しみたいにやっていきます。こっち物理、こっち理系。俺ら物理、科学、臨性の手札持ってて。そうなるほどね。それでただ解決させるってこと。じゃあ理科に行こうかな。じゃあもう科学いっとこう。おー、じゃあいっとこう。我に勝利を。勝者は花電チーム。よっしゃー。エイサー、ボイサー、ボイサー。科学82点。すげー、すげー、すげー。いや、どこや、それは82。え、結構高得点じゃね。すごい。生物が41点。でもすごい。地学が37点。おー、普通に勝負じゃない。78点です。おー、でも3年間のブランクで8割取れてるんですよ。それはやばい。あ、嬉しい。イエーイ、これ強い。次そっちから出してこ。本来この勝負意味ないんやけど。そうなんですか。いや、でもカーブで一旦上げてきたから。そうね。次は臨性。 OK。 目には目を、歯には歯を、世界史で。弱いということ。弱いフェアやね、これ。社会フェアな対決。勝者は頼む、ニーチェ頼む。ニーチェ。ハロデンチーム。よっしゃー。ゴール。なんだ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 。臨性で文系に勝っちゃった。臨性が59点。おー、あるよ。64。同盟よ。世界史が54点。あらー、引っ越してる。じゃあもうラス1出すの。そうですね。俺ら物理か。で、僕たちが地理です。勝者はハロデンチーム。今青春胸を張れ。花田んちん74と見た。75です。おっ、くっそ、昔っすごい、すごいくっそ。チリビーが71点です。すごい出し方うまい。俺らねえ、全部5点差、全部4点差ぐらい。これでかい。俺ら15点ぐらい多分今余分な点を持ってるから。こっから俺らのターンやなって。いや違う、僕だって国語英語あるね。英語点数2倍にしなかった。英語の勝者はノリノカチーム。でも俺ら30点負けまでは勝ちと見てるから。ノリノカチーム、はい、168点。強いわ。168はキショイってもん。花田チーム104点。負けぐらい。数学で50点買ってたら、まあ、確かに。お前が100点2つ取ってたら大丈夫。100点言えば3点。そうなんです。1A 行きましょうか。なるほど。おー、そういう感じ。数学 1A。はい。勝者は、ハロデンチーム。はい、来たー。ハロデンチーム、
78点。あれ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 、野山チーム77点。それはやばい、それはやばい、それはやばい、マジで強い、強い、強い、それはおいお前抜けやろ、それは強いって。数学 2B、 はいはい、残り50点回収した、50点回収してたら奇跡やな。 2B 勝者はハネチーム、そこが野山がチーム53点。あ、ってことは全開100点、全開100、全開100。ハナデンチーム98点。よっしゃー、数学きた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 、やばい、天才きた、マジで天才が現れた。現在の得点状況ですね、野山がチームが501点、ハナデンチーム496点。5点差。マジえぐ、マジで一問の差やなこれ。いや、すごい、はい、怖い、怖すぎる。最後、国語の勝者は、ずっと文章読んでるやん。偏差値の65いきます。ノヤムチゲー、世の中からイケメせよ。やっぱりね、ノヤムチゲーム国語はですね161点。すごい、すごい、素晴らしい、すごい。お前入り直せ。もうハナデンチームが100、お、結構いってる、12点。おー、もったいってる。何割ですか僕たち。野山のチームが 74%。 すごい、当時の俺、当時の俺、当時の俺より強い、当時の俺より強い。で、花田が 68% です。あー、なるほど、まあ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 、トン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 。ちなみに花田、原告古墳漢文は、え、全部花田さんですか。はい、現代文86点。え、すごい。いやいや、それ何より、ちなみに現代文、ノエリンの現代文95点。すごい。2問間違い、1問間違い、1問間違い、2問やん。ごめんなさい、現代文実は得意教科だったんです。あ、すごすぎ。あの江口先生に謝った方がいい。花年チーム、お、大阪大学基礎工学部工学部すべて E 4系でございます。京都工芸繊維 C が、あー、俺京都工芸でも、京都工芸繊維 C 判定が C ぐらいからがいいんですか。あ、市立大学、市立大学部 C 判定。おお。じゃあ共通テストの総評、一番大事なのは、今回一番大事なのはセンターと、センターと共通テストのやっぱ相違を述べる。そうなんですよ、それは、それは述べた。これやっぱ、でも数学とか理科全体に応じて言えるのは、まあ、英語もやけど問題文が長いから、より素早くなんか適切に解くって能力がめっちゃ求められてんなっていう。問題そのもの自体はそんな難くない。そうそうそう、確かにそれもあるんです。物理にしてもなんか基本的なことしか聞いてへんから、うん、簡単なの問題自体は。確かに読むのがめんどいって。地理に関しては組み合わせで読み取りが多くなったかなっていう印象ですね。なんか国語はなんか問題構成がうっとしくなったっていう、問題文がはびこっとるからあちこちに、それは確かにめんどくさいな。何どう、いや問題数がめちゃくちゃ多かったですね。多いで、しかも全部文章題なんで、文章問題の難易度は多分今までのセンターとはあんまり変わってない気は。それはそう、そんな気は。でもそ、全体通してそんな気しません。本質的に理解できてたらそこまで不利ではない。確かに、だから今までこうセンター対策だけしてましたっていう感じでテスト受けちゃうとダメになっちゃう。確かに、その可能性がある。はい、じゃあ皆さん、また来年も頑張って対応していってください。さよなら。